レッドキャベツハブ店、レッドキャベツウベ新店町店、トポス北千住店マルシンは、かつて山口県内に存在したスーパーマーケットチェーンである。吉木郡小郡町上里の山口県流通センターに本部を置いていた。1959年に株式会社マル・久志の設立者の一人で経営上の食い違いから同社を離れた有田義尾によって設立された。 山口県内の主要各都市などを中心にチェーン店を展開し、一時期は大英と提携し、東京に出店するなどの構成をかけたこともあった。1989年12月7日には、子会社である上丸新の本店が火災により全焼した。店舗再建にあたっては、周辺の土地も含めて再開発する案が隣接する。 商店街の宇部新店長名店街から出されたが、最終的にマルシン単独で店舗を建設することとなった。新たな宇部マルシン本店は、地下と屋上に駐車場を備えた地上3階地下い階、床面積4112平方メートルの店舗となり、1990年に開業した。九百九十年代以降は、バブル景気崩壊後の消費不況や同業他社との 競争激化などにより業績が悪化。2000年2月28日に約112億円を抱えて山口地方裁判所にグループ3社とともに自己破産を申請し倒産した。なお、同時期にはマルシンの発祥となったマルヒサも経営破綻が囁かれていたが、食品スーパーに特化しそれ以外の部門を全て他社に譲渡するとした結果、現在は 経営を再建している。山口市徳山市宇部市豊富市下関市,市1964年3月、開店、店舗面積3100平方メートル。岩国市光市1982年10月開店、店舗面積500平方メートル。1982年12月開店、店舗面積500平方メートル。1969年8月開店。 店舗面積700平方メートル。1969年8月開店。店舗面積300平方メートル。ありがとうございます。